But if you close your eyes。 はい、皆さんこんにちは。春樹カレッジブログ、春樹カレッジライフ、ニューヨークへようこそ。自分のタイトルも覚えてないっていう。今日はですね、そのカナダのインタビュー動画、いっぱいの人に見てくれてるようで本当にありがとうございます。あれはもうはっきり言って再生回数狙いの動画なんで批判はあると思います。年間もアメリカに住んでたら、実際外国人の人が日本人に対してどう思ってるかなんかぐらいは、悪い面もいい面もいろいろ体験してきました。で、その体験してきた動画をパパパパってなんか口で説明するだけじゃなくて、実際に行って、あえて実際にインタビューして聞くのもありかなと思ったんで、それもあってあの動画を作りました。あの日は祝日で、トロント行ったことある人は分かると思うんですけど、結構いろんなところに公園があるんですね。ああいう風に野原みたいな感じで、でまあ人が集まってたんで、ピクニックみたいな、日本でいうお花見のお花見苗場場みたいなのをやってたんで、バババって行って、ちょっと YouTube 作ってるんですけど、日本のことにインタビューしていいですかっていう風に前置きをして、インタビューをさせてもらいました。実際10組ぐらいにインタビューしてます。で、答えてくれたのが今動画に全部出してる5組です。あれが全部です。でいいところだけ編集して使ったんじゃないかっていうコメントあったんですけど、基本的にあの5組が言ったことはほとんど使いました。分かっといてほしいのが、その10組中声をかけて答えてくれたのが5組、一番多かった断られた理由っていうのは、日本のことあんま知らないからちょっと無理だわっていうのが一番多かったです。なので、あの答えてくれた5組はもうすでに日本のことを何かしらで知ってて、プラスそういう風に YouTube に載せてもいいよっていうちょっとオープンな人たちが集まった動画っていうのを忘れないでほしいです。プラス結構お酒も入ってる人が多かったんで、リップサービスっていうこともあったと思います。みんながみんながああやって優しいとは限らないです。実際に僕がインタビューしてもいいですかって言った時に、いやちょっと無理みたいな感じの人も何人かいたので、あの5組の言ったことが全てじゃないのは分かっといてほしい。でもやっぱりカナダっていろんな国の人が住んでる街、イミグレーションっていうか、その移住してくる人がいっぱいいる国なんで、他の文化にはすごいオープンですね。こう質問で何個か答えてくれないのがありました。で、それで一番答えてくれなかった質問が多かったのは、僕のナショナリティ分かりますかっていう質問に答えてくれる人が少なかったですね。理由聞くと、そうやって見た感じ、見た目だけで国の国籍を当てるっていうのはちょっとできないっていうような返答でした。差別につながるような、答えはつながるようなことはしたくないっていう考え方なのかなと思いました。やっぱり僕カナダ2日ぐらいしかいなかったですけど、本当にいろんな国の人がいて、ちょっと困ってて道で駅とかでどうやって乗るんだろうってしてる時に、向こうから助けてくれるっていうことが何回かありました。これはアメリカでは一切ないです。アメリカにいたらまず自分で質問しない限り、そうやって助けてくれるっていう人はほとんどいないですね。駅の時もなんかシステムが壊れてて、これどうやって払うのみたいなことを駅に聞いたら、いやもうこれ壊れてるからもう行け行けみたいな、いいよいいよっつって行かしてくれたり、なんだろう、なんかカナダの人、僕が2日間で感じたカナダの人っていうのは、困ってる人を探してるじゃないけど、いつでも助けてあげれるっていう人が多かったんじゃないかなって、アメリカに住んでアメリカと比べるとそういう人がちょっとカナダには多いのかなって思いました。まああと観光客が多分多い国でもあるんで、そういう人に慣れてるっていうのもあると思います。なんで僕はカナダすごい、楽しみ買ったですね。行って国の文化も豊富なんで、いろんなレストランがあるんですよね。やっぱ日本人も働いてるんで、日本食もすっごい美味しいし、アジアの食事もすごい美味しいです。で、一番行ってびっくりしたのは、結構ストリートがボンボンボンって5つぐらいあって、メインストリートみたいな、でそこに店がバーって並んでるんですよね。店の数がすごい多いです。なんで本当に街に出れば何でもすぐに揃う。ちょっと歩けば雑貨屋から食べ物屋からクローズ、服だったりスポーツショップだったり、もう何でもすぐ揃うんで、
そういう面ではびっくりしましたね。あとバスが夜中の4時とか3時でもガンガン走ってるっていうのはびっくりしました。なんでトロントから、夜中の朝のフライトだったんですけど、6時トロント空港、ピアソン空港からトロントで夜中まで遊んでて、バスに乗ってトロント空港に移動するっていうことが4時とか3時とかでもできたんで、交通面ではすごい助かったなって思いました。今日本に帰ってきて、でこれからも動画を作っていくんですけど、あと1ヶ月ちょいしたらまたアメリカに戻ります。で、トランスファーすることが決まってるんで、これからも動画のこと、動画の応援の方よろしくお願いします。みんなの一人一人の、再生回数だって再生時間がすごい僕にとってサポートになるんで、よろしくお願いします。基本的に、僕コメント読むのがすっごい大好きで、ほんといろんな人からコメントもらうんで、あこういう意見もあるんだ、あこういうものもあるんだ、批判的な、コメントの方が実は僕大好きで、なんでかっていうと批判的なコメントイコール僕にはない考えなんで、そういうコメントから僕自身が学ぶことの方が多いんで、もちろんこういう動画アップしてくれてありがとうっていうコメントも、モチベーションにつながるんですけど、僕的にはそういう批判的なコメントっていう方がモチベーションに実はなってます。なんで、もしなんかちょっとでもいいです、本当に、つまんないこと、しょうもないこと、何でもいいんでコメントをしてくれると僕はすごく嬉しいです。それが、僕の成長にもつながりますし、これからの動画の成長にもつながるんで、ただ悪いね評価を押すんじゃなくて、悪いねの理由まで教えてくれると、僕はどん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 改善できると思いますんで、よろしくお願いします。僕がアメリカ男性、アメリカ女性が日本男性にモテるかみたいな動画も、前に動画を作ってるんで、リンク概要欄に貼ってるんで、そっちに飛んで見てみてください。あとは次動画で、質問の動画を作ろうと思ってるんで、何でもいいです。アメリカのことだったり海外のこと何でもいいんで、質問があれば、このコメント欄にお願いします。次の質問コーナーの動画で、できるだけ、僕が知ってる限りでお答えしていきます。参考になればいいねお願いします。あとチャンネル登録もお忘れずに。ではまた次の動画で会いましょう。